ポッドキャストでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大手ケメインディッシュ今日のゲストは現代人のための源氏物語エッセイ未来の源氏物語が単行者から好評販売中小説家でエッセイストの山崎直子さんですこんにちはこんにちは。ちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、山崎直子ですはい、えー。今回は未来の源氏物語というご本を、えー、紹介させていただきます えーっと小私これはですね、うん、もうよ大興奮、うん、<laughs> 読んで大興奮、うん、本当にあの面白く拝読したんですけれどももちろんね 未来のっていうのは、うん、つまり平安時代の人から見た未来を生きてる私たちのっていう意味でもあるんですか、うんうん、あそれもありますし、はい、こ,れこの私たちが今読むことで、うん、さらに未来の読者につなげていくことができるんじゃないかな,、うん、なんか作品って、うん、その作者だけじゃなくて、うん、読者も一緒に作品作りに参加しますよね。うんうん、こういうふういふに読む こういう風な読み方できるっていうのをやっていくことで、うんうん、例えば夕顔とか、あの、現物語の登場人物の名前って。うんうん、作品の中には出てこないんですよね。うんうん、あの。うん、読者が名前をつけて、うん、で、それを、その、さらに。 んの時代が進んだ読者もその読者がつけた名前で呼ぶようになってっていうことが起こってるっていうのを思うと今「源氏物語」を読んでる人たちが作った読み方を未来の読者につなげてることができるんじゃないかなっていうのを思ってそれでその未来の「源氏物語」。 っていうタイトルじゃあ今ここで山崎さんがこのご本に書かれたような読み方をすることによってこの先の読み方が変わっていくことですね「源氏物語」のこれあのね何のことやらってね聞いてる方思ってるかもしれませんけど私ね実はね「源氏物語」について学校で習った時とかその後漫画や小説小説というかね現代語訳で読んだ時に毎回ね実はモヤっとしてたことがこの本読んですごいすっきりしたんです。 つまり一言で言うといや光源氏ってひどくないこいつってことですね結構ひどいよねこの人ねって思ってたんだけどなんかあれは名作で素敵な恋の話って言わなきゃいけないような雰囲気があってですねあんま言えなかったんですねそうしたら私の感じていたひどさとかひどさを感じつつもでもやっぱりすごいモテた人だそうですよ でしょモテた,モテたみ,みんながね憧れる男性としてが、うんうん、でもひどいやつだっていうふうに、うん、ナオコーラさんは指摘されてるんだけど、うん、でもやっぱり「源氏物語」の文学作品としての素晴らしさはあるというふうにおっしゃってるんで、うんうん、なんかすごい私この本を読んでやっとこう私もその作品を批判してるわけじゃないんですけど、うんうん、多分そのおそらくこれまで授業って。 であの勉強していく中では「源氏、うん、物語」っていうのはすごい素晴らしい作品だから、はい、全肯定しなきゃいけないみたいなうん、うん、そういうところがあって、うん、まあ多くの人がモヤモヤとなんかこれ性暴力なんじゃないかなって思うシーンが結構あったり不倫みたいなシーンもあるし、うん、差別的な,、まあ、なんかこう容姿のあげつらって結構ひどいこと言うシーンもあるし。 モヤモヤって思うけどそこはなんか指摘しないで、うん、ただただ素晴らしいって読まなきゃいけないっていう雰囲気に、うん、まあ飲まれちゃって、まあ、私も学生時代は飲まれちゃってたんですけど、うん、でももやもやがあったから、うん、なんかこう言葉にしたいなっていうのはすごく思ったんです。そうなんですよ あでしょ、そういうイメージ光源氏は素敵な男性で源氏物語は素敵な恋愛物語はいそう思ってましたすいませんいやいやいいんですけどいいんですけどでもこれねあの 目次をね見るとそれぞれお話に小立てっていうかお話まとまりごとに昔のタイトルついてるじゃないですか例えば「紫の上」そこに目次を見るとね直光羅さんは「紫の上はロリコン」それから「桐壺の行為」と「藤壺」に関してはこれ「マザコン」それから「これ雨夜の品定め」っていうシーンに関しては「ホモソーシャル」。 夕顔に関しては貧困問題とかですねそれぞれにそうなんです物語の中で実は現在の私たちが触れているいろんな考え方がその中に読み取れるとしかもそれはちょっと問題のある考え方だったりするってことですよね。そうですね今の読読者は物語んだら なんかここ引っかかっちゃうって思って、うん、で、まあ、もし現代小説ってこう書かれていたら、まあ、例えばこの紫の上と恋愛関係がっていうような話だあったら現代小説だと結構問題に炎上する気がするんですよね。まあ、自動性虐だけどなんかその1,000年前の話だからなんか何も言えないみたいに通っちゃっててでも現代小説だったら絶対問題になるっていうのをもう多分現代,小現代の読者はこう戸惑っちゃう、うんうん、でも私としては多分こう。 読んで面白いと思っていい。と思う。てるんですよ。だから、なんか、その読み方みたいなものをアップデートというか。今だからこそ、こ、この複雑の読みができるんだって読み方を見つけていけたら。さらに、こう、未来の。読者につなげていけるのかなと思って、批判じゃなくて、読み方を考えたい。と思ったんです。あの、山崎直子さんは、この。原人物語っていうの、をいつ頃から、こう。 お,お読みになってて。ずっと、このことを。こう、ちょっと書きたいなと思い始めたのは。またいつからかっていうのは、わかりますか。はい、はい、私は、うん、あの、国語しか勉強ができなくて。はい、大学受験の時に、うん、本当に古文。で、受験を受かったみたいな感じだったんですね。で、うん、だから、その数学とか英語も苦手だったんで。うん、で、まあ、大学では、あの、源氏物語で卒業論文を書いたので。うんうん、あの、まあ。 平安文学をずっとやりたいしいつか源氏物語の現代語役とかにも挑戦したいみたいな野心があったんですけど結局その20作家になっても大学時代から20年ぐらい経っちゃったんですけど結局源氏物語みたいな仕事をやらないまま作家活動を続けちゃっててやっと源氏物語のエッセイが書けたっていう今そういう感じなのでわーみたいな感じです大学時代の卒業論文 から何年経ってるんですかそうですもう20年ぐらい経ってると思いますずっと いつも考えいつもってほどではないですけれどもなんかやりたいとずっとそうていきたいと思ってなんかこう作家さんの世界では作家さんがそう思ってるかどうか別として読者の中ではなんかこう源氏物語語の現代訳いそれこそねやっしそったうち役所さんとか田辺聖子さんとかね角田光代さんとかなんかそれをこう現代語訳するのがなんかこうこう 一つの、まあ、大きな業績になるみたいな、ねうん、イメージが読者の側にもあったりするんですけどはい、はい、でもこの今回の山崎さんみたいなことをやった人って今までいなかったんじゃないかしらと思って。 そうですね,ねその時代ごとになんか養成される読み方っていうのがあると思うし、うん、言葉も変わっていくから読み方今じゃないとあのうまく読めないっていう言葉に直さなきゃいけないっていうのがあると思うんですけどやっぱもう一個はその社会規範とか倫理観っていうのの変化もあるからそれで読めないって人、うん、読者が絶対いるはずなんですよね。はいはい もう、うん、私不倫の話は読みたくないとか、うん、性虐待の話はもうちょっとみたいになっちゃう、うん、そういう人でも読めるような役っていうようなことをなんか挑戦してみたいよう思いますね。そうか、えー。それでこの新しい読み方にするとこのあの美しい話みたいなものの。 内実が解明されていくわけ <laughs> なんか読み方がこう、うん、複層的になるっていうかですねああ<の>単純じゃないそうそうだからこの本は、うん、直ーラさんが今お話しになったみたいな例えばね「夕顔の章」についてはこう思うんだよなみたいなことがエッセイとして書かれている、はい、プラス、うん、直ーラさんのこう現代語訳がね、うんうん あの載っているんですよ、うん、でこれを読むとですねだから私なんかは、うん、あ前から気になってた、うん、えこれってひどい話じゃないっていう部分に関して、うん、あ今でいうところのルッキーズムにあたるから、うん、こう人のね、うん、末紬花のね容姿をボロクソに言ったりするところが、うん、なんか読んだ時にモヤモヤしたんだな、うん、って。うん だけどこの末妻の花のとこでコーラさんが書かれているのはだからといって「源氏物語ひどい読む価値がない」とかいうことではないんだと、はい、ここもこのくだりもすごい好きでした、はい、なんか私,私自身なんか結構こう容姿のことをバッシングされた経験があって、はい、だからあの容姿の話って結構ずっと苦手って思ってるんはいるんだけどこのなんか でも光源氏と紫の上が他の女の人の容姿をすごいバッシングとてか悪口をわーわー言うシーンがあってその私はそのシーンをちょっと面白く読んじゃうんですよなんかスイートな気持ちでつまりえまあ恋人同士の2人が誰かの女の人の容姿を笑ってる、うんはい、そうなんですうん、うん、でそのシーンをなんか面白く読んでしまうって自分もいるっていうのがまあやっぱりなんか罪悪感みたいなのもあるけどあそれが人間なんだっていうでおそらくもしも平安時代にいたらストレートに読んじゃったと思うんですよ 人の悪口言うことに罪悪感も感じないし容姿は面白いもんだみたいにストレート読んじゃったと思うけど今だからこそこういう複雑な読み方をして楽しめるんだっていう現代の読書ができる自分っていうのをそれはそれでありがたいもんだと思うから今だからこそできる読みっていうのをんかもっと探っていきたいなっていうのを思います。途中ののなんんですけけけどどっってていうがちょと出くるだだそこは 鏡に映った自分の姿がとても美しいのを確認した後赤鼻にしたらどうなるのだろうかと自分の手で鼻先に色を塗ったうん、自分のような美しい顔だって真ん中に赤鼻が見にくくなるのも当然だ紫の上でいいんですかこれ<は>紫の上は光源氏のその顔を見てケラケラ笑う。僕がこんな欠点のある顔になったとしたらどう思う 光源氏が尋ねると、嫌に決まっている。その言った後、このまま。本当に鼻が赤くなってしまったら。どうしようと、紫の上は心配そうな顔をした。わかりやすい。わ、はい、か,かりやすい。そうです、ね。なんか末摘む花っていう。うん、あの、まあ、ちょっと、あんま、顔がよくないキャラがいいんです。それは赤い花っていう。うんうん あの意味の末つむ花なんですよ。で、赤い花で、まあかわよくないっていうキャラクターの真似をして、光る元気はふざけて、自分の花も赤くした。そういうふざけてるのを二人、その恋人同士はキャッキャッって笑って、あばらやってるっていうシーンなんですよね。その。ひどいですね。そうなんです。 <laughs> ちょっと結構ひどいんですよねその場にいないあの女の人の真似をして笑い合うっていう。なんだけど直、うん、子浦さんは「ひどいな」っていうことは言いつつ、うん、これ今で言うとこのルッキズムだよねって,ってひどいよね」と言いつつ、うんはい、だけどそうやって他にね、うん、誰もいない2人しかいないところでキャッキャキャッキ,キャしてる2人に、うん、2> まあ,あのいいなとも思ってしまってその正しさと。 正しさを大事にする自分とでもいいなって思っちゃう自分が両方いるんだなってことに気がついたってこと、ね、そうなんですよね。うん、あ,あ、なんかそのルッキーズムをすごい鍛ってる自分でも、うん、なんか甘い気持ちになるっていう。うん、で、なんか面白さもわかるんですよね。うん、だからなんかその人間の複雑な心理が味わえるからやっぱ読書っていいな、うんうん。本当にそうですよね、うん。今の時代でもね、うん、まあちょっとこう、ねうん、見方を変えるわあの。 テレビで言ってることと、自分で思ってること、あと。テレビだから、こう言おうとか、違いますからね。さんも特に現代は、なんかこう、なんかそういう。ものが、一人を締め付けてくる感じ。うん、どういう、わかりませんけども。うん、だから、ここでこれ言ったら、すごいことになっちゃうぞ、みたいなことを考えつつ、そうでないことを言うみたいな。ことは。うん ありますよねそれとなんかこういうのはちょっとあの2人だけの会話っていうのがまあ、まあ、2人だけの会話っていう意味はまあ俺たちで言えばなんかこう俺たちじいじいたちが「蓮舫はいい女だな」みたいな「<laughs> どうでもいい話ですい <laughs> ませんどうでもいいでそんなことを言ってるっていうことですよねこれは。 多分ねポリティカルコレクトネスっていう言葉をね、うん、聞いてこう、うん、ポリコレポリコレとかな、うん、まあ真面目なことばっかり、うん、頭の固い人みたいになんかネガティブな意味で使えることもありますけどはい、はい、でもねナオコーラさんもこの本出されて、うん、そのあもやもやの中にはもちろんその。 だれ、誰もがお互いに大切にされる世の中のためには、必要な正しさってあるじゃないですか。うん、ね、だから、例えば、その容姿はけなしたっていいもんだ。容姿の悪い人、みんなでからかおうぜ、いや、だったら。もう、いっぱいいじめられる人いるでしょだから、容姿をからかうのやめましょう。それ、もちろん必要なんだけど。でも、鉛の人間で生きていくと、どうしても人の外見についていろいろ思うし。あ,<ー>あと、ね、さっき、なおこさん、おっしゃったみたいに、親密な人との間の会話では。外では言わないような、そういう自分の本音を分かち合えるからこそ。 近くなれるみたいなところもあったりして、んなんかそういうさ、こうあの、一、なんていうの。あの、一色ではない自分っていうのが、やっぱり、うんうんね、あの。そこまでちゃんと踏み込んだ上で、ポリティカルコレクトでさ、大事だよねっていうことって大事ですよね。その、なんか差別する自分を受け入れてこそ、差別しない社会が作っていけるんじゃないか。 その差別しない社会を作りたいんであってあの人は差別家だとかここの作品は差別があるから排除しようとかそれをしても結局差別のない社会は作れないので人間っていうのは差別をしたいっていう欲求が多分あるんだといろんな作品を読んでいくとこういう時に差別が起こるんだっていうのが分かってきたりするのでなんかその差別を排除しようというよりはこういう時には差別があるこれが差別なんだって認識するそういうことの方が差別しない社会に近づいていけるのかなって。 と思うんですよねこの時代にはさっきみたいな会話は世の中で成立してたっていう話でもあるわけですよね。まあそうですよね。その平安時代の読者はおそらく受け入れていたと思うのでしかもこれ読んでるのはみんな貴族階級のね人なんでだからねこの「夕顔の下り」とかね貧しい人の暮らしは貴族階級にとってみたらもう面白い見ものだったっていう。 あの視点とかはね入ってたりするわけで、うん、貧困問題なんだけれども、うんうん、当時としてはそうやって読んでたってことですよね,すねただ全員がそれを受け入れてたかって言ってやっぱ傷ついてた人は必ずいたはずだから、うん、なんかその当時もみんなが全肯定してたわけではない、うんうん、だからそのもやもや思っていた人は少なからずいたはずだとは思いますね、うんうん、あのー、俺はお笑いなんかやってると結構差別は結構 なんていうの昔言ってたことが今使えなかったりとか、ま、今の時代そういう時代になってるじゃないですか、うん、だからあのなぜこれ使えないのかっていうのもあるしもう一つ使えないんだったらどうやろうかっていう方法論あ<ー>あなんかこう。 褒めちゃえみたいなことでもいいんだけど、うん、なんかこうせ狭められれば狭められるほどなんか新しい道をねそ,それはなんか豊かですね、うん、使えないならじゃあどうするかっていうのはなんかより面白いことが思われそう,そうなんだ,よ、あのー、なんだ,よだからもう実際に使えないとハゲとかねもう使えないと。 ん新しいいこと考えようぜみたいな、まあ、今のは例だけどそういうふうになってってるような気がするんだけどねだからお笑いが、ま、過去からくらると一番生きづらいっていうかなんか本当に近いことを言って誰か傷つく人もいて笑わせてるってことだからそういう意味ではね。<ー>そここはなんかこう もっと必死に考えるぞっていうふうになっていくのかなとも思うんだけど。そうです。なんかより面白いものが生まれていきそうですよね。あとなんか幼子に関してもなんか最初はその幼子のことを笑いにするのどうかっていうのがあって今もなんか幼子のことを笑いするなみたいな話はあるけど幼子のことを笑いにするっていうのは多分第一歩だったと思うんですよ。前は幼子のことを出しちゃいけないとかあの人前に出てもいけないからだったのが笑いにできたり自分 自身で容姿のことを言いい出したりっていう芸人さんが出てくることによって「うんうん、あのあ出ていいんだ」とか「笑いにはい、自分で笑いにしていいんだ」っていうのはすごい第一歩だったから、はい、やっとその次の一歩がまた進み始めたんだっていうことで<ー>笑いにできたっていうのはすごい第一歩だったからそれをなんだろう否定はしなくていい。 いいっていうかあれは第一歩だったんだっていうそういう評価みたいなのはすごいしてもいいのになと思ったりはします。じゃあでももうそこにずっととどまるんじゃなくて次の一歩行こうねっていう今は段階なんだよ。そうですね。このまさにねこのゲージ物語の読み方もそうですよね。そうですね。あのここに資料があるんですけど、寛容性と多様性という言葉について思うことは何かありますかっていう資料があるんですけど。 まあ今の言葉にも通じるんですけどもそのなんかまあ多様性だというのがあってまあそれとまあそれにくっついて寛容みたいなそれっていうこれ言葉自体にとらわれてるわけですかそれともそうじゃなくてこのなんか社会の中でこういう言葉をどう使うかどう理解するかみたいなことが問題になってるんですか<ー>うん 寛容な社会を作ろうっていうのは私も社会人として一番目指したいところなんですけど最近よく多様性っていう言葉がいろんなところで聞かれるようになってそうするとかいろんな人を理解しなきゃいけないとかいろんな人を受け入れなきゃいけないみたいなかプレッシャーというかハードルの高さみたいなものを感じがち私自身も感じがちなんですけどかそういう。 なん,だろうなんか理解っていうとハードルは高くなっちゃうけど、うん、なんかその一緒に生きるとか違くてもいいんだっていう、うん、ただそれだけでもまずはいいのかなっていうのを思いますっていうのをちょっとここに書いたんですけどそれは違ってる人をまず認め,まし認めるよ自分と。 いうことが最初にあるわけ違ってる人を<ー>こう,こうまあでも多様性の中にはその言葉入るよねそうです、ね、なんか、うん、あの相手のいろんなことをし知らないと受け入れられないみたいなふうに考えると、うんうん、まず勉強し、はい、まあ勉強は大事なんだけど、はい、あの勉強してからじゃないと人と会えないだとすごい大変だから、うん、まずは人と会っていいし。うん 違っても全然大丈夫で知らなくても分かんなかったら聞けばいいしだからまず第一歩としてはんか理解とか勉強じゃなくて全然違ってもよくて人間同士だから一緒に行ければいいっていうだけでも。 いいいいいいんじゃないかななかっっててうのを私はは私思いまししたあの排除をしないってことですよね違う人とは会わないとか、うん、違う人はもう仲間に入れないとかじゃなくて、うん、まあ人は違うもんだよねって言ってね、うん、で確かにおっしゃる通り自分と違う人と会ったからっていきなり親友にはなれないじゃないですか。うん、<laughs> で親友にならなきゃいけないわけでもないしねだからなんかあの今おっしゃったみたいに考えると違う人がいて当たり前で、まあ、違う人とだんだんお互いを知ればいいよねと思うと少し気が楽になりますよね。 うんはい、そんなに身構えなくても、うん、なんか当たり前のこととして違うよねとか、うん、一緒に生き,生きればいいよねっていうふうにやっていけばいいのかなっていうのを思いまし文学作品もきっとそういういろんな読み方があっていいよねっていう中の一つに、うん、いやこれでも本当になんかもうねあの10半もかかって非常に好評だということですので皆さんにも是非読んでいただきたい、はいはい、ありがとうございます。はい、えー <laughs> お時間ですか？はい、うん、改めて本のお知らせです。うん、山崎直子浦さんの未来の源氏物語、炭鉱、うん、者、うん、淡いという字に交わるで、炭鉱、うん、者から好評販売中です。うんうん、名作を通じて、えー、現代社会のモヤモヤに向き合う古典エッセイ、ぜひお手にとってお読みください。電子書籍版もあります今日のゲストは、えー、山崎直子浦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。